おはようございます。はじめちゃんもう起きたの？今ね、5時40分。あ、こんな時間すっかり寝坊しちゃったのね。5時40分、朝の5時40分。まだ少し眠いけど家の中や島を見て回りましょうか。朝の5時40分だっつってんの。何か見落とししてるかもしれないし、朝の5時40分で寝起きだから喉はガラガラだっつってんの。あっしゃー、朝5時40分から探索していくか。ここは私の部屋、こっちは猫のジジ。まあいっか、たまに焼いてあげても添い寝もさせてもらったしね普通にカップルだなお前ら。でも何もないわよ。やった、グイ箱当たろっと。まずゴミ箱だろ。とりあえずゴミ箱出た。よし、ディズニーの部屋に来てゴミ箱挟んで最低よこういう時に限って普通にまともな罵倒を受けたわ。これに関してはお前が正しいわ。残念でした、東島は鍵をかけてあるのよ。伊助さんも見習え、このセキュリティを。椅子、ふじめちゃんあんまりジョジョ見ないで。椅子を投げます。チェア、タンス。ダメ、はじめちゃんそんな入れ方するそこは開けちゃいけないの。もう一回開けよう開けることは許すんだな硬そうなベッド見よう。ベッドがどうかしたの？はじめちゃん、またエッチなこと考えてるんでしょ。いや、ベッドが硬そうだなと思ったけど。ちょっと楽しい気持ちだったわ。あら、寝てるわ。まなみさん、自分の部屋に戻ったのね。よく眠ってるわ。最近お前らよく寝てるな。起こしちゃ悪いから行きましょう。はーい。いや、俺も寝てえよ。なんで俺朝5時40分に死んでやっちゃってんのよ。なんでこんな疲れる時にやってんだよ。なんか長くないこれ。なんか増えてない？いつ見ても不気味な歌。なんか増えてない？あれ、こんな長かったっけ？あれ、長くない？ケツ増えてない？お、調べられんじゃん。あ、見て、はじめちゃん、呪い歌が増えてる。微心降臨いえ、MC ヨネ、いえ、勝負は3小節の3ターン、かませなんということじゃ、呪い歌は4番まで。飛ばしてたよ、間違えて。これで山原の呪いが完成してしまおった。あ、なんか言ってたね。なんか4番まで、完成しちゃうと嫌なこと起きちゃう、ピーって言ったもんな。恐ろしいことが今までよりもっと恐ろしいことが起こりますじゃ。そこら辺は結構雑なんだな。ざっくばらんというか。はじめちゃん、また人が死ぬのかしら。微心降臨、照らせよ月、降らせよ星。なんか、座ってみるとちょっと明るい歌に見えるけどな。羽衣抜きたる天女の末期、いざ魔の淵へ微心落つ。はあ、微心降臨はこの世の終わりを暗示する歌ですよ。あ、そうなの？なんかすげえ明るい曲かと思ったけど。ジャニーズとか歌ってたもんね。
屋根などが想像もつかぬほど凄まじいことが初日に襲いかかってくるのでは。ちょっとびっくりしちゃったな。突然歌だなと思って屋根が出てきちゃったから笑っちゃったよ。どっからできたんだよ屋根。美月さんはいないみたいで、ね、美月さんの取材進んだかな。抜き打ち検査みたいにすんのやめな。まあ見るけどさ、多分これ重要なんだろう。だって鍵かかってんのかな。あ、鍵かかってるわ。またゴミ箱かな。ただのゴミ箱よ。あ、セキュリティができた。じゃあ花瓶か、花瓶の中とか下じゃない。あ、違うわ。あ、どこだ。あ、とうとうセキュリティ開けてきた。何、ベッドの下。あ、違う。え、どこだ。絵画の後ろ。まさか天井に。まさか天井か。ああ、アップね、あったわ。いや、セキュリティ突然上げたな。前まではセキュリティレベル2とかだったけど、今回90ぐらいいたぞ。あ、いっぱいあるわ。10月15日夜、いろいろ探ってみたが、これといって手がかりは見つからない。飯の時に葉月に釜をかけてみたら、やはり直にぶつかってみるしかないな。ちょっと前にマナミが部屋に入っていったようだな。昨日は三浦、今日はマナミか。女を呼ぶのに剣で合図をするとは、葉月も一緒にしてるぜ。10月15日夜、陳列ケースが気になったんで見てみたが、特に何も発見できなかった。どうもうまくいかない。考え方を変えてみる必要があるかもしれない。部屋に戻って持ってる情報を整理し直してみるか。全てはそれからだ。だからみゆきがさ、陳列棚の中に何か変なもんあるよねって話したんだよな。何があったんだ。あ、君たちお前だったのか。俺のテープを盗み入りしたのは。やべえ、バレた。しかも4回くらい見てるかな俺。別に構わないさ、優しい。前にも言ったろ、秘密は自分で調べるものだって。君たち思ってやるじゃないか、せいぜい頑張れ。すげえな、部屋に入られても怒らねえし、師匠感あるな、いつきさん。これぐらいしないと真実にたどり着けねえぞっていう。ダーティーヒーロー、いつき。君たち俺なりに事件を見直していたところだ。お前の推理が正しいなら、偽正樹のやつどこで殺されたんだろうな。殺された場所ね、まあそれは分かんないけど、こんな時こそ捜査のいろはに立ち返るべきかな。現場をもう一度調べてみるってことですね。ああ、なるほどね。じゃあ佐藤さんも調べるか。特に変わったものはないわね。はい、小暮、特に変わったものはないわね。終わりだよ。じゃあ米さんが言ってて恐ろしいことって何かしら。もしかしてまた人が死ぬんじゃ。天女ってことは女性よね。ああ、よかったな、やっぱ遠藤さん死なねえな。真由良、真由紀、三村、三村さん死にそうだな。私たちいつまでこの地区にいるのかな。知らねえよ。早く返してくんねえか、マジで。こうすると永遠に帰れないんじゃないかって不安になるの。もう不安だな本当に。どうしよう、パート98とかになったら。
はじめちゃん守ってね。金田一の事件簿パート98、再生時間2時間50分となったらどうしよう。確かにこの本精神誰だろうな、ヨネさんかな。ハズキだと多分高さが届かないんじゃないか。車椅子だろあいつ。ってことはヨネさんなのかな。ヨネさんも結構ちっちゃかったりするもんな。あ、怖い。あう、お月さん。怖い。ニーチャー、やだ。ニーチャー、ダメ。あう。どうなされたマグス様は何も怖くはありませんぞ。この4年目がついておりますじゃ、落ち着いてくだされ。マグスさんどうしたのかな、ずいぶん興奮してるみたいね。おお、ニーチャー、ニーチャー、あう。まさき様のことを思い出しておられるのがおいたわしや。まさき様、マイラお嬢様、まさき様、ご兄弟3人、本当に仲がおよろしかった。ああ、もしもまさき様がいらっしゃったら、まさき様もマイラお嬢様はどんなにお幸せだったことか。ヨネは胸が痛みますじゃ。確かになんか、まさきが死んだせいで、この子がこんな感じになったみたいな話だったよな。まさきが死ぬ前はもうちょっとまともというか普通だったっていう話があった気がするし、葉月もまさきが死んでから変わったっぽいよな。うん、まさきさんがいなくなったショックで真由紀さんはこんなになったんでしょ。真由紀さんが巫女さんになるって決めたのもそれが原因かもね。ってことはそのまさきのね、行方不明事件が本当に全員のターニングポイントだな。だからこそそのまさきが行方不明になってしまった理由とかで、まさきは一体どこに行ってしまったのかってことがやっぱ重要になってくるのかな。どうもね、はじめくん。はい、私遺跡調査に携わってもう5年になるの。結構やってんね。いろんな場所でいろんなものを掘り当ててきたね。え、知ってる、土器や石器って最初から形がはっきり分かるものじゃないの。はい。土にまみれたり粉々になったりで元の形が全然分からないものがほとんど。あ、ジュラシックパークで見た。だけどね、丹念に土を払ったりバラバラの破片をつなぎ合わせたりしてろくろ回してる。少しずつ元の形は分かってくるんだ。人の心も同じね。やべえ、ちょっと朝になってもまだメールが抜けてない。表面を眺めてだけじゃ奥に隠れてる本物の本当の本なんて絶対に見えてこないもの。あー、ゆっくり寝ろよ。もう昨日のことはもう、あったかいミルクとか飲んで寝ろ。人間の心って長い長い年月を重ねて幸せや不幸せが薄もれた遺跡なのかもしれない。ああ、とうとう人のこと遺跡に出したよ。私、心の発掘は苦手でみたい。ダメな研究者ね。あんまり上手くないぞ。でも、はじめくん、あなたならそれができるんじゃない？人間という遺跡の発掘？人が胸の奥に何を隠してるのか、人がなぜ人を殺すのか。いや、難しいな、その話。あなたならその本当の理由を掘り当てることができるんじゃないかな。名探偵のあなたなら。どうした、締めにかかってんのか。さゆさんどうしたのかな、何か思い詰めてるみたいだけど。うん、絶対に SNS やんなよ。
今日は服普通じゃん。あら、みゆきちゃん、それに名探偵の坊や、そんなところでこそこそと。そうね、カーニングでもしなければあなたにはわからないでしょ。めちゃくちゃ煽ってくる。私がどんな切り札を用意してるかなんて。切り札？一つだけヒントをあげましょうか。すべてはっきりするのは今夜。夜を楽しみに待ってなさい。それまではおばずけ、ほほほ。なんだこの女。未練の街はね、坊やも何度来ても同じ内緒。こじめちゃん前から思ったんだけど、みんなそれって嫌みよね。それともああいう高飛車な女性って好き？私は嫌い。館の探索が一通り終わったんだけどさ、これ難しいところでさ、なんか関係ないかなって思ってるところって結構自己判断でカットしちゃうんだけどさ、後々あれが伏線でしたってことがないといいんだけどな。ちょっと怖いんだよな、それカットしてる。実はあの何ともない会話が伏線だったんだ、ババーンみたいなことが出てしまうと、うっさ。そういえばいつでも停電しないわ。私が犯人やったらまず発電機を壊してパニックにするけどな。確かに。確かに。死刑台のスイッチみたいに見えてくる。面白いだ。物置で行くわ。うがっ、これ死ぬ気か。うがか、うがかがうが。やっぱりお腹が空いてるのよ。私なんとなく言葉がわかるようになったって。すげえな。昨日調べた時にはここには何もなかったんでしょ。本当に何もなかったからね。びっくりしたよ俺。普通なんかあると思う。入る入る。さすがになんか、うわ、怖い。なんか、壁に描いてるのが顔みたい。お分かりいただけたら。何かが日差しに反射してる。コンタクトレンズみたいね。昨日は暗かったんで見せられなかったんじゃない？ああ、そういうこと。一体誰のものかな？みんなに聞いてみましょうか。一通りの探索が終わったのに。出たよ。一通りの探索終わった後にもう一回行かせんのかよ。先にこっち行けよかった。死んだ小暮さんや偽まさきの手荷物は剣持ち警部が保管してるし。これ全員に自分の、ねえ、コンタクトレンズが効きにくいって話でしょ。あのコンタクト岩田さんもじゃないわよね。現人だし。わからんやって、現人。もう現人になる前かもしれないし、あの、現人っていうのやめろ。うが。やっぱりお腹空いてるもん。はぁ、しゃらくせ。ここに私の帽子が流れ着かなかったら、はじめちゃん、すぐ行けなかったよね。ちょっと感謝しなさいよ、私に。そうなんだよな。この異例の場所に来なかったら、3日目の推移、絶対積んでたってことだよな。めちゃくちゃ怖えよ。だから、ちゃんといろんな場所を調べないと、積むんだろうな、このゲーム。今、なんとなく全体的にバーっと見て回ってるから積んでないけど、探索適当だと積むんだろう。トムさん、コンタクトレンズしてます？そんな到来品使ったことないんよ。目はいいんですか？絶対いいやろ、こいつ。禁断では財宝探しはできないんよ。よう、二人さん、財宝の歌を作ったんだね。ちょうどよかったら聞いてくれんよ。月が出た出た、宝も出た、ほほいほい。
富山さん浮かれてる。今夜だね。いよいよ今夜だによ。月が出るのが待ち遠しいよ。前祝いじゃ、米さんに言って酒を一本つけてもらえないといかんよ。クリス君。どうしたん、クリス君埋まってんの。やっぱりあの自身なんか掴んでやがる。口が悪い。クリス君コンタクトレンズ持ってる。突然混じるな、会話を。うん、僕が目が悪いと今もしてるよ、ほら。ほらなんだよ。ほんとだ、じゃあ拾ったコンタクトはクリス君のじゃないんだ。予備かもしれんや。え、なんだこれな。アイスバケツチャレンジ。はじめちゃん、前浦さんが。猫さんっていろいろ大変なのね。風邪ひかなきゃいいけど。声をかける雰囲気じゃないわね。そうね。一生かけてんじゃん。水間だけの死体がここから流されたのかもしれないんでしょ。うん、浴びすぎ。ボートに乗りたかったな。そっか、乗ってないんだっけ。あ、はじめちゃんも乗ったんだっけ、誰かさんと一緒に。やってバレてた、結局。くっそ、また俺は、くっそ。分かったよ、もういいよ。全員に聞けばいいんだろう、コンタクトレンズ持ってるかどうか。くっそ、セーブするわ。よし。いや、コンタクトレンズの下りで、また俺屋敷をもう一回地下探索しなきゃいけないから、ちょっと気絶しそうになったんで、ご飯を食べに行ってました。で、そしたら、俺のツイッターの一番上にお台箱っていう匿名でメッセージを送れる機能があるのね。で、そしたら、そこチラッと見たらね、このゲーム四角ボタンで走れますよっていうコメントがあったの。こいつ何言ってんだろうって思ったんだけど、走れるわ。ねえ、もう終盤ないよ。終盤ないよ、このゲーム。もう4日目とかで終わるんよ、このゲーム。あれの。歩きの3倍、4倍のスピードはあるわけ。これをもっと早く知ってれば、俺はもうちょっと頑張れたよ、探索。マジかよ、お前。じゃあもう今日覚えたこのダッシュスキルを、もうおそらく佳境であるこの現在から使っていくから。じゃあ今日は楽しくスキップを踏みながら、探索をしていきましょう。剣持警部、ボード側にこんなものが落ちてました。剣持警部のじゃないですよね。いや、俺のじゃない。誰のだろう。まあ、これはあれな。コンタクトレンズだな。うん。近代地、俺なりに事件を見直したところだ。お前の推理が正しいなら、偽正樹のやつ、どこで殺されたんだろうな。そうね、これが結構重要なポイントくさいよな。島をまず適当に書くだろ。で、こういう風に書いていって、で、現場がここ入り江、ここで殺されていたと。で、ここで真由さんが午後6時に、まあ、午後6時なんだけどね、6時に、死体を発見したと。ここで偽正樹が死んでいましたよっていう。で、第一発見者は真由さんであるということになってるんだが、もう一つのトリックとして桟橋、ちょっと離れた場所から不思議な帰りを使うと、この桟橋から物を流すと6時間後に
この入江に着くという不思議な海流があると、この島には。だからつまり、6時に死体が発見されたんだけど、その前、12時に殺したとしても、この桟橋から流してしまえば6時にここに着くので、犯行時刻が6時なのか12時なのかわからないという状態だな、今。なんでアリバイが12時にあったりとか6時にあったりとかしちゃう と、どっちが、どっちで殺されたかわかんないので、アリバイとして不完全な状態になってるということだな。で、これをどうすればいいのかっていうと、まあ、殺した場所って偽先がどこで殺されたかっていうのがあるので、この島があったところの入江に近い場所で殺されたんであれば、この桟橋を使ってない、つまり、6時午後6時近くで偽正樹は死んだことになる。ただ逆に桟橋の方が近く、桟橋の近くで殺された場合は、午後12時から11時半ぐらいに殺された可能性が高いということになるってことだな。だからここが重要なのは、桟橋の近くで死んだのか、入江の近くで死んだのかっていうことになるって話だな。うん、こんな時こそ捜査のいろはに立ち返るべきかな。で、今からすげえまどろっこしい捜査をするんだけど、俺正直まあ、みんなも思ってると思うんだけど、あのコンタクトレンズ多分偽正樹のなんだよ。偽正樹の免許証があったんだけど、その免許証にはメガネが着用のことって書いてあったので、メガネ。だからつまり、偽正樹の加藤治くんだっけ、もともと視力が弱かったから、で、バテてる最中にメガネをかけてなかったので、コンタクトレンズをかけてる可能性が高いと。だから、偽正樹が、あのコンタクトレンズを持っていた可能性がある。そして、そのコンタクトレンズが落ちていたのが、入江の近くのボート小屋に落ちていたということなんで、おそらく入江で、殺人が起こったんじゃないのかっていうのが今回の推理だな。で、まあそういうのが分かりきってるのに、今から俺はコンタクトレンズを皆さんに持ってるんですかという話をしに行くってことだ。これが分かってるのに全員分しに行くわけだ、俺は。現場をもう一度調べてみるとですね、佐藤さんだ。うん、おお、これはコンタクトのケースだな。とすると、もう分かってんだよ。まあでもこれで逆に良かったわ。これで逆にコンタクトケースなかったら、すげえ恥ずかしいから、今の。あって良かったわ。ちょっと安心したわ。うん。まあ、だから今まで偽正樹が、伊勢正樹のものですよってことは多分分かったと思うんだけど、一応聞きに行くわ。これで聞いてなかったから後々の推理で失敗しましたって言うのに嫌だから聞くわ。伊月さんはいないみたいね。伊月さんはコンタクトじゃなかったわよね。え、そんな記憶でいいの？だとしたら遠藤さんメガネだったから別にいいんじゃない？あ、そうだ、走れた。走ろう。やった。走れることはこんなに嬉しいなんて。お、はえ、はえ。おい、みんな見てくれ。はえぞ、これ。すげえすげえ、はえ、はえ。おい、これ序盤に知ってれば全然違ったの、効率。マジかよ、もう着いたぞ。今までだったら今階段登ってるぞ、多分。違う、デフォルトをダッシュにしろや。未練がましわのボヤも何度来ても同じ内緒。三村先生、コンタクトレンズって持ってますか？私、そういう無粋なものは使わないの。もちろんメガネもね。なんかもう物粋な意味もわかんないけどね。
はじめちゃんもしかしてああいうこと言われて喜んでるんじゃない？待って、はじめちゃんは今の一言言われた後にどういう反応を示したの？シティハンターばりにもっこりしちゃったら多分わかるけど。そうなっちゃったら多分金田一君喜んでるなとわかるけど。どんなリアクション取ったんだよ。多分マヨティンどこに行けば空気管からヨネさん出てくるから、そこへ行けばいいや、一緒に。ほら、いたいた。良い横ですじゃ。安心してお眠りくだされ。いつかきっとマサキ様がお帰りになられて、ご兄弟三人仲良く暮らせる日でやってきますじゃ。泣いた。マヨチさん落ち着いたみたいね。マサキさんが帰ってくればいいね。そしたらマヨチさんも元に戻るかも。なんか元に戻るかもって言っても俺たちわかんないからな、元がどんなんか。マヨルさんも喜ぶだろうな。コンタクトレンズは？成長したな、みゆきも。もうすっかり落ち着いたみたい。ヨネさんまで眠ってれば。ヨネさんまで眠ってんのこれ。地蔵みたいになってんじゃん。ああ、寝ちゃったよ。あ、ほんと。しまったな。つけなかったコンタクトレンズ。でも眠ってる地蔵を起こすのもかわいそうだよな。ああ、寝てるわ。しょうがねえ。これはもうしょうがねえな。いやもうこれはゲームオーバーやっても悔いはねえよ。もし前行きとヨネさんのコンタクトレンズ持ってるかどうかを聞いてなかったせいでゲームオーバーやっても、あんな幸せそうに寝てる二人を起こすわけにいかないわ。いや、走るとマジで快適さ違うな。サイレスさん、コンタクトレンズ使ってます？うん、持ってないわ。私、目はいいの。さっきはごめんね。忘れてちょうだい。どれ？お、誰も入るなって言ってるだろう。オラオラテエントさんだ。珍しい。SSR だ。シリアスイツシー、オラオラエンド、SSR。絶対開けないぞ。開けてくれないみたいね。エンドさんはいつもメガネだから、あのコンタクトレンズは違うね。いや、わかんないよ。でも、スポーツするときと彼女とデートするときは、コンタクトにしてるんですよってエンドさんに言われたら、俺多分額割ると思うわ。よし。はじめちゃん、見落としたものはない？もう調査終わりなの？おし、終わりだ。それじゃあお腹すいたし食堂行きましょうか。